カルロス・アントニオ・ポンセ・ディアスは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。1982年に、ミルウォーキー・ブルワーズと契約。1985年8月14日に、メジャーデビューし、21試合に出場。翌1986年は、メジャー登録40人枠から外れたが、それを知った横浜対応ホエールズスカウトの牛込め。 ただひにくどかれ、入団を決めて来日。口ひげを生やしており、その容姿が当時人気だったゲームソフト、スーパーマリオブラザーズのマリオに似ていたため、マリオ、あるいは、ポンちゃんと呼ばれた。来日した1986年には、俊足選手を好んだ、当時の太陽監督、近藤貞夫から徴用され、高木豊、加藤博和、 屋敷かなめのスーパーカートリオに続く4番を務める。彼と同じく瞬速で主に5番を打ったダグローマンも合わせてフリーウェイクインテットと呼ばれ、称賛された。同年は打率3227本塁が105打点18盗塁と素晴らしい活躍を見せたが、阪神タイガースのランディバースが前年に続いて三冠王となったため、無冠に終わった。 守備面では当初三塁手種として起用されていたが、早急難と接種でシーズン27失策を記録。そのためシーズン中盤に当時一塁手種だった田代富雄が故障離脱すると二塁手種の山下大輔が三塁に回り一塁を守るようになった。さらに外野手の加藤宏和も離脱したため外野へ回り、翌1987年からは正式に転向した。 1987年は打率、323、35本塁打、98、打点とこれまた大活躍し、念願の打点王を獲得。ベストナインにも選ばれた。また、159アンダはこのシーズンの最多アンダ九1988年はオールスターゲームに出場。シーズン33本塁打、102打点で初となる本塁打王のタイトルを獲得。 並びに2年連続で打点王ベストナインに選ばれた。また、この年に加入したシュアな打撃のジムパチョレックとのクリーンアップは p p 4とも呼ばれて、有料な外国人選手としてファンから愛された。しかし、1989年は主に動体視力の低下から三振が急増し、最多二塁打、ル塁打は記録したが、4番打者としては物足りない。 成績に終わる。さらに、翌1990年は、上位マイヤーの入団でに軍生活が長くなり、同年限りで退団。引退後は、マイナーリーグのコーチや、フロリダ・マーリンズのスカウト、アメリカ合衆国フロリダ州で、大型トラック運転手や少年野球スクールの主催などを行っていたが、古巣への愛は消えていないようで、1998年の 横浜ベイスターズ優勝時には、お祝いのメッセージを送っている。太陽時代、ノーヒットで家に帰ってくると、妻はピザしか出さず、ヒットを一本打つごとに、ピザ以外のおかずが増えていって、猛打賞で帰ってくるとすごいごちそうだったとこぼしていたが、2020年のインタビュー記事では、1987年シーズン中に、妻が言ったジョークだったことを明かしている。 温厚な性格で知られるが、1989年5月21日、阪神戦でこの日3死球目を、巫女最新から受けた際には珍しく激光し、殴りかかって退場。村山実監督がポンセに対して、猛烈に抗議した。次の試合で100本塁打を達成した。2015年6月7日、DNA 体制部戦前の、 レジェンド OB1 打席対決のために来日し、カトリー・ヨシタカからレフト前ヒットを放って、後輩たちを激励した。2017年11月23日、横浜スタジアムで、改修工事が始まるのを記念して開催された、ハマスタレジェンドマッチのために再来日。チーム、横浜軍の3番3塁で、スタメン出場。2打数にあんだ、うち1本は、ライト戦に先制だとなる。 タイムリー二塁打をマークした。同月25日に横須賀スタジアムで開催された横浜 DNA ベイスターズのファン感謝イベントであるファンフェスティバル2017のメインイベントバラエティキックベースボールのスペシャルゲストとしても登場した。2019年3月12日、日本向けの YouTube チャンネルを開設し、YouTuber として活動開始。自身が 今も野球に携わっていることを日本のファンに伝えるために解説したと語っており、ポンセの野球レッスンをメインコンテンツとしている。2020年、台湾プロ野球、CPBL に再加盟したアジゼンドラゴンズの打撃コーチに就任した。ありがとうございます。